投手チームの皆さんは野手の皆さん、野手チームの皆さんは投手チームの皆さんに、まあ、ここで抑えてくれて感謝していますとか、ここで打ってくれてありがとうございます、そんなエピソードはありますか。じゃあまず投手キャプテン高橋さん。はい、僕は本当に、少し前の名古屋ドームでの DeNA 戦の時の岡林さんのファインプレー2つ、ホームでさせたの2つは感謝していますし、僕のおかげなのかなっていうのは少しはあるので、僕にも少し還元してほしいなと思います。後半待ってます。岡林選手、まあ、あの後はしっかり、褒めていただいたので、はい、まあ、ご飯を連れていこうかなと思います。